はい、富田チャンネルです。はい、今日はねついにワクチンの2回目を、打ってきました。まあね、1回目に比べて、まあ、2回目の、お医者さんはめちゃくちゃって打ってくれて、もう好き、めっちゃ好きです、そういう人で。まあ1回目にまあちょっと37度5分とちょっとめっちゃ倦怠感があったんですけど、まあ2回目はどうなるかわかんないということで、まあ時間経過で、体にどのような変化があるか、観察していきたいと思います。それでは、はい、ということで、ワクチンを接種してから2時間が経過しました。まだね、2時間ということで、体にね、変化は、まだないんですけど、これからどうなっていくか、観察していきたいと思います。はい、ということで、ワクチンを接種してから4時間が経過しました。全然、何も変化はないですね。全然、腕も痛くないし、全然ね、全然痛くないです。何も変化がないんで、まあ、これからも、ちょっと、観察していきたいと思います。はい、ということで、ワクチンを打って1日が経過しました。全然ね、体にね、変化ない。倦怠感も全然ないし、腕もね、全然、まあ、ちょっと震えるぐらい。ちょっと震えるぐらいで、あとはまあ熱はまあ 58.2 度ぐらいでちょっと高めだけど、まあ全然余裕で、もう顔色とかも全然何も変化ない。まあだからまあ今回はね何も変化ないということで良かったです。まあみんなもねワクチン気をつけてくださいということで、富田チャンネルでした。バーイ。